今年県内で倒産した企業は先月までの累計で75件ですでに去年1年間を上回ったことが分かりました民間の信用調査会社東京商工リサーチ奈良支店によりますと先月に1000万円を超える負債を抱えて倒産した県内の企業は9件で前の月より4件増えましたが5か月連続して10件を下回る低い水準となりました しかし去年と比べると増加傾向が見られ今年は11月までの累計で倒産件数、負債総額ともに去年1年間をすでに上回っています東京商工リサーチ奈良支店は新型コロナに対応する政府の支援策などの効果で引き続き倒産件数は抑制されている。ただ、 感染対策が進んで観光客などが増加し、宿泊業などに活気が戻る一方、不安定な為替相場や物価の上昇など、企業を取り巻く環境には大きな変化が見られるとしていて、資金需要の増える年末年始を経て、企業の選別が進み、来年の早い時期に倒産が増加基調に転じる恐れがあるとしています。